はい、今回はですね、今をときめく、そして日本代表にも大いに関わる人じゃないですか。コケですよ、コケ。うん。いやー、いいね。デザインかっこいいね。これラストシーズンやったね、WCC の。いや、デザインかっこいいよね。アトレティコのもう、今やもうね、カピタンですからね。アトレティコ一筋の。アトレティコの魂ですよ。まあ、典型的なインサイドハーフ。戦えるし、うまいし、っていう感じかな。文句なしやね。文句なしのカピタンやね。いいよね。でも30歳か。いよいよ、いよいよこのカピタンも30歳になっちゃいましたか。もうアトレティコのその魂でもあるし、シメオネの右腕みたいな感じもあるしね。絶対的やからね。まあもちろんアトレティコの絶対的存在でもあるし、スペイン代表でもね、まあスタメンの時もあるし、サブの時もあるかなって。やっぱりね、バルサのガビとペドロ、あれが出てきてるんでね。で、同じポジションにブスケツまだいるんでね、代表に。だからそこが結構、なんやろ、なかなか絶対的なレギュラーかどうか。まあでも力的に言ったらレギュラーやけどね、絶対に。力的に言ったら間違いないけど。まあでもね、第3戦か。どうなるかな。俺はね、リアルに、ドイツとコスタリカに普通に勝つと思ってるんですよ、日本代表がね。普通に。だから 2連勝して予選突破を、まあスペインも決めてるはずやと思うんで、決めてる状態でお互いターンオーバーで当たるみたいな感じが、現実的じゃないかなと思うんやけどね。スペインも絶対的じゃないからね、強さ的に言うと。若い選手多いし、これからのチームやからね。今がピークのチームじゃないんでね。まあでもあれですね、アトレティコ、シメオネが、なかなかね、チャンピオンズリーグで勝てなくて、まあリーグ戦でもちょっと追ってきたんで、解任みたいな噂出てますけど、いや、アトレティコあんだけ毎年ね、チャンピオンズリーグ圏内に導いてるシメオネ首にしてどうすんねんっていう話なんですけど、すごい国ですよね、ほんとね。まあ多分首にはならないと思うんですけどね、さすがに。だって首にしたらもっとカオスになるからね。てか他におらんから。候補はね。はい。まあそんな感じで、アトレティコの象徴、コケでした。